私は大抵1年に1回旅行というか家に帰るようにしています。それは、まあ、夏休みが特に多いんですけども、日本に帰って友達や家族に会ったりするのを楽しみにしています。私は本当に簡単に旅ができる人で、そんなに特に困ったことはフライト中はあんまりないです。フライトはやっぱり気圧の関係かもしれないんですけども、足が重くなったりとかむくんだりする感じがあるので、私はよくマッサージをしたりストレッチをしたりしています。あと飛行機の中ってすごく乾燥するので、できるだけたくさんお水を飲むようにしています。私は大抵フライト中はよく寝れる方なんですけれども、そのために、前日本当に最後の最後にパッキングや掃除なんかをしたりして、できるだけ寝ないようにしてフライト中ぐっすり寝れるように準備もしたりしています。もし本当にそれでも寝れない場合はフライト中は映画を見たりしながら楽しい時間を過ごしてます。旅行に行く時や帰る時なんかも本当にすごくいつも楽しみにしてるんですけども、例えば本当に旅行に行く時はその先に何があるのかなとか、どんなことが待ち受けているのかなっていうのがすごく楽しみで、逆に戻ってくる時には、あ、家に戻ってこれたなっていう喜びがあります。